はい、よろしくお願いします。一応みんな元気か？はい、気合ってるな、はい、今日はベルちゃん学力試験の結果をみんなに報告したいと思います。でも英語わかんて。目標なんだった？ベルちゃん学園の目標なんだった？村子、目指せ全員合格。全然できてません。自信あるやついない？あれ、ちょっと待て。福東村子いねえじゃねえか。なんで知ってるだけ。飛びた休みだ。え、本当に？これサボりだ。これ連絡ない。連絡あったない。おい、もう知ってるな。言うな。飛びたサボり。飛びたサボり。なんで知ってるな。女と遊び。女と遊び。言ってるらしいっす。それしょうがない。じゃあまず僕をやっていきます。問題いろいろありましたけど。はい、アイに猫の呼び方を書きなさい。はい、アイ病、アイ猫、メデコ、アイ猫。正解はアイ病です。福正解、さすが。まあ申し訳ないけど、これ優等生枠だからね、福はね。はい、次メデコは、まあちょっと本人いないから、メデコはまあまあまあいるよね。アイでなんか恵みとかさ、違うか。まあここはもうそのままだからね。そのまま。じゃあ次行きます。あばれる君の反対語、これどうでした？できました？じゃあみんなの回答見ましょう。福がおとなしい。おとなしい。もうこれもうあざといもん。あざといね、あそば。そうですね、なんかちょっとね、もう頭無敵って書いてある。無敵。じゃああずま、落ち着く君。落ち着く君。ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。訓読み？訓読み。そういうことだよ。なんか落ち着く君ってこれなんか、なんかの歌詞かな。そっち？歌詞？そう。じゃあトビ。終わりかけの。レディオ。じゃあミラコ。一番惜しくないっす。セイシちゃん、セイシちゃん。まあでも村子が一番惜しかったかな。お、これはということで次の問題いきましょう。ベルテックスの選手、社長の名前を漢字で書きなさい。難しいって言ったら、まあ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 、太郎のローのとか、まあ雄三のオス。好きも難しいね。ここもローがあるか。じゃあみんなの回答いってみましょう。福ちゃんの答え。あずま。これはひどい。あずま。これはひどいですね。95年一緒でしょ。おかしいな。時を経て何年目ですか今。3年目です。間違えてます。あずまって呼ばず、ゆうたって呼ぶ割にはゆうた間違えてます。すみません、あんま大きな声で言いませんけど、こうたさん。ちょっとはい、すみません、はい、熱くなっちゃう。はい、次マックス。すいませんでした。すいません、本当に。でも、ひ、なんでオズム。いや、だって、まず自分の字なんで間違えるの。なんで自分の字ぐちゃぐちゃぐちゃって一番最初ボケる。知ってるじゃん、でも。でも、西優太。はい、じゃあ次、トミの書いていきます。だいたい、アズマの字難しいんだよね。あの村越は起きます。これは超えませんので、起きます。村起き。お願いします。じゃあ次村子。すいません。飛びはここだ。ククしてるもんね。村子はちょっとね、優勝候補なんで。回答が多めです。はい、じゃあ続いての教科は社会です。
社会もやっていきましょう。自信ありますか？社会が一番自信ある人。社会か。得意教科は？社会です。社会です。はい、じゃあ、あずまは？数学。数学はテストしてますね。僕らは？体育です。正解です。何正解です。はい、じゃあ社会やっていきたいと思います。日本にキリスト教を伝えた人のイラストを描きなさい。これ結構、これ俺自信あるな。自信ある？自信ある。結構みんな絵心ありました。こういう絵が欲しいんです。ほら、福ちゃんからいきます。はい、ドン。どうや。もうポーズなし、顔だけ。来たかった。違うか、画力がなかったですね。画力の問題ね。来たかったですけど。はい、じゃあマックスいきます。ドン。ザビエル神社。ちょっと待って、いやいや、ハゲてるから、ま、これはこれアルシンドだから。ちょっと知らない。いいじゃないですか。あとなんかもう手が何本生えてるか分かんない。これ何チェーンソー。でも大事なところポイントと、あれちゃんとしてるでしょ。ポイントどこ。ハゲてる、ヒゲがある、あ、はい、クロスさせてる、完璧で。でも寝てるし目が優しい。100点でしょこれは。100ではないけど、まあ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 、まあ、じゃあ次飛びたいきます。これは多分何かのキャラクターで、多分天皇みたいな帽子かぶってるのか、中国かどうかのさ。次、はい、村子いきます。ドン。あ、一番村子の方が俺近いと思うけどな。いやいやいや、俺でしょ。でも同じ制限時間で一番福ちゃんがクオリティ高いと思う。顔だけね、顔だけ、顔だけ指名手配が。はい、じゃあ次お願いします。はい、比較三原則、持たないと残り2つは何。はい、福ちゃん。はい、作らない、持ち込ませない。トビ、使わない、作らない。村子は作らない、売らない。東は、はい、作らな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 い。わからない。わからない。わからない。ああ、持たない、作らない。わからない。わからない。そうか、そういうことね。OK 。じゃあ、それでいこう。正解は、持たない、作らない、持ち込ませない。福ちゃん、やっぱ、優秀です。ということで、じゃあ、次の問題いきます。はい、インスタで流行った、おしゃピクの意味は、おしゃピクです。一個抜かれて、また、あ、ピクミス、正解です。はい、答え、正解これです。はい、高橋さん、正解。手作り弁当とかデザートとか持ち寄ってインスタで、え、何。インスタ版を、インスタ版、絵が何これ。正解。インスタ版を狙って、おしゃれなピクニック。え、ピクニック、おしゃれな、おしゃれな、おしゃれなピクニックが正解です。もうリア充です。リア充です。リア充フェイス。ということで、はい、皆さんの答えいきます。おしゃれピクミン。ピクミン出ました。そうなるよ。ピクミン、ピクチャー、ピクチャー、ピクチャー。なるよね。いやいや、なるなるよね。なるの。ということで、ハッシュタグおしゃピク調べてください。次いきます。ちょっとね、ちょっと一人多い。ちょっと貸し休みしましょう。ちょっと緊迫したムードもありますので、珍回答集です。はい、ドン。今首相は菅さんね、菅総理です。前総理は安倍総理です。では、その夫人の名前は、その、また話題になったのは何を見るかですか。ちょっと空を見て。何ですか。星を見るか。ちょっと分かんなくて。あの夫人の名前は、まさよとか。あきよです。あきえです。はい、トビー。では、バスケットボールは、もうこれは読めない。これはね、老朽じゃなくて労働の労に底辺かな。でもこれ読めないです。はい、じゃあ次、ドン。アメリカのトランプ前大統領のフルネームをお答えください。やば、トランプ前大統領のフルネームを答えなさい。わかりますか、この問題のトリック。わかりますか。もうね、オバマの名前も間違えてるし、トランプ前大統領の話してるのに、いきなりバラクア。トランプを、バラクアをなんて答えてます。ひどい、これは。ということで、かわいい高橋でした。
最後、英語です。ちょっとひどかったです。だ外国籍選手とのコミュニケーションはどんな感じなんですか？どんな感じで取ってるんですか？その場のノリと勢いと身振り手振りです。どうですか？どうですか？いや、言ってることは大体わかるんですよ。喋れないです全然。英語ってより英会話の方が向いてるかな。何を言ってるふくちゃんは聞き取れはするんですけど、うん、その喋るってなると単語単語とかで、あと書くってやると僕は無理です。書けないと。はい、はい、行きます。まあこれ簡単です。曜日を英語で答えなさい。Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday。 ということでみんなの回答見たいと思います。どう？ゆきちゃん間違えたとこ。ああなるほど。火曜日。ああまあちょっとまあもう最後バババババババデイまでもういっちゃったね。まあでもこれ惜しい。じゃあマックスいこう。ウィンズデーか。ああやっぱりなー。これはもうローマ字。惜しい。いやこれもうウィンズだもん。ウィンズ。ツンツン。めちゃめちゃ惜しい。これウィンズ。許される後藤でしょこれ。はい、トビーいきます。はい。なんか一個多いな。サタデイ。A が一個多いですね。サタデイ。サタデイ。はい、次じゃあ行きます。ドン。はい。おー全部出すな、全部出すな。全部です。全部出すな。全部ダメ。びっくりした。まず問題見直したのこっち。俺間違ってるのかなと思って。全部マンデー、チューズデー、ウェンズデー、サタデー、フライデー、サンデー、土曜日が分かりません。サタデーまず間違えてる。サタデーがまず違う。フライよりいいかなと思って。みんなの回答がどこが合ってて、どこ間違ってんだか、まあそれはもう分かんないですよ。はい、次いきます。バスケのルールを英語で説明してください。まあ例えばね、バスケットボール is game sport。 トミの回答いきます。ドン。バスケットボール is game 5 vs 5 sports。 まあ答えはです。はい、福ちゃん。バスケットボールプレイアーズファイブパーソンズ。まあ言いたいことがあります。はい、冗談です。何ですか？ OK なんです。何ですか？これはそもそももうそういう次元の話じゃございません。はい、次マックス。はい、行きます。ドン。向かいと。あのね、誰が言ったか分かんないけど、あの向かいとって絶対ゼロ点なんだよ。先生怒るよ。あのね、回答も見なくてもこれゼロです。でも A とか B とか C とか書いといたらいつか丸ついてる時もあるじゃん。無回答はダメです絶対。はい、じゃあ次村子ドン。はい、もう一回消しします。消し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 先生、はい、消します。はい、消します。消します。これはこれ認識不足、認識違いですまた間違えて書いちゃったわけね。書いちゃいました。バスケットボールはやめてやめてやめてチームスポーツです。バスケットの英語で説明してください。日本語です。向かいと一緒ですもん。はい、じゃあ次いきます。これ結構ね、僕でも難しかったです。やっぱ2の時は2つ作って、ここポイントですよね。英語習いましたよね。じゃあみんなの答えドン。飛び惜しい SS。あ、やべ、間違えた。ユウがみんなね、ちょっと足らないんです。全員間違えてますね、ムスさんね。でもダマしか、ダマがちゃんとみんな書けんだよね。書きます。書きます。はい、書きましょう。はい、頑張ります。ということで、あの最後この問題、自分のプレーの強みを紹介する英文を書いてください。じゃあ、ブラボー、ドン。はい、お決まりの無回答です。次回、しっかり書きましょう。はい、書かないとゼロ点だから。トミのポイントいきます。ストロングポイント is outside shoot。 これなんかね、分かりやすい。私の強みは outside shoot です。素晴らしい、素晴らしい。じゃあ次、ゆくちゃん。ポン。 My strong point is three point shoot。 バスどっかで見た答えだね、これ。まさかマックスまで行きます。
My strong point is defense. おー、いいじゃないですか。拍手しよし。拍手を。笑いません。事件です。3人答え似てるな。やったな。やったな。横で。見たな。見たな。見てないぞ。やってないか。やっただろ、これ。特にここは大事。ここの回答を見たここが。俺はアウトサイドじゃなくてディフェンスだってことで変えたな。見てない。見た？見たら書く。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 はい。で、これで以上の回答になります。お疲れ様でした。お疲れ様です。全体のみんなの回答を踏まえて結果発表したいと思います。自信ある人？じゃあ発表します。勉強できた人第1位福ちゃん、ありがとうございます。第2位今日いないけどトミー。じゃあ第3位よりもじゃあ一番不名誉な、あきつ、うわー、手作り、うわー、第1回学力テスト珍回答賞。珍回答賞を受賞する方を発表したいと思います。さあ、ブラトです。イエーイ、いいなぁ、いいなぁ。それか、うわぁ、名誉だ、名誉。今回の、この珍回答賞なんですけど、回答という前に、まあ英語ですね。見てください、これ。ダメ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 。もうダメ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 。ほぼほぼ書いてません。なので、珍回答というよりも私の回答というよりも、最後の加納選手を紹介する英語を書いてください。せいやグッドメン。メン、メンです。マンです。僕はマンです。ということで、こんな感じで第1回学力テスト終わりたいと思います。おめでとう、ありがとうございます。これでも大堀つくばに行けるんです。スポーツの力。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか、ふくちゃん、感想。まあ、1位は高かったですけど、英語もちょっと取り入れてほしいなかな、コミュニケーション取り入れても本当に取り入れてほしいなと思いました。はい、マックス、はいはい、感想どうだって聞いてるの。いや、難しかったですね、さすがに。もう忘れてます、完全に。はい、まあでもこれを見てね、良いことになったので、ちゃんとね、僕たちみたいにならないようにはしっかり聞いてみてください。はい。はい、チャンピオンどうですか。そうですね、まず第1回珍回答賞をいただけて光栄に思います。おめでとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。